私は親から受け継いだ2代目なんですが、このモンヘイにはいわゆるこのエクステリアの専門店としてもう30年以上ここでずっとやっておりまして、その金賞以外にも数えますともう本当に 20から30ぐらいの賞は、もらってますが、特に金賞というのは重みがあると、これはもう全国の同業者から見てももう喉から手が出るほど欲しい賞、タイトルみたいなもんで、それはもうやっぱり施工力、もちろんデザイン力、もう全ては兼ね備えてないとナンバーワンにはなれないという賞をまた取れたということが非常に今年は2014年は大きかったです。職人さんに関しては、本来この職業で正社員で職人さんを持つということは非常にやっぱりリスクがあって、もっと当然経費もかかるんですが、ですので多くの業者さん、他業者さんはほとんど下請けさんに頼っています。私どもは父親の代からずっとそれがもうずっと続いておりまして、父親の代からも10人前後ぐらいの職人さんが社員でおりましたので、それが今に至るわけですが、やはりいいのはですね、下請けさんの場合はもうそこの下請けさんが終わってしまったらもうないんですが、社員ですとやっぱり若手が毎年入ってくればその若手に技術をこう伝統していける、継承していけるっていう点がやはりできるんですね。社員同士ですから。それとやはりお金では動かないですね。この一件のお客様のところをまずは完成させるっていう責任感がやっぱり生まれますから、で一件一件自分が作ったお客さんというのもやっぱり自分のお客さんですの で会社の財産になっていきますから、責任感としては全く違うと思います。改善したい、自分の庭をきれいにしたい、不満がある部分というのは、それぞれですので、大きい小さい関わらず真剣に、やらせていただいております。リビングの外にもう一個リビングを作るという、そこに、お庭用のソファーとか、チェアデッキを置いてそこで家族がくつろげる空間が欲しいというご要望も最近はものすごく多いです。当然展示場にも、モデルガーデンがありますので、それをご覧いただきながらまた一軒一軒のうちにお邪魔させていただいて、デザインをしております。工事が完成した後に一軒一軒、アンケートを取らせていただいておりまして、でそのアンケート評価というのも非常にやっぱりそれぞれですが、最近では本当に、全て良かった、またお宅に何かあったらお願いしたい、職人さんから、担当の営業まで、非常にいい人に来てもらえたっていう評価をいただくことが非常に今多いです。おかげさまで本当に、そういうアンケート評価をたくさんいただいております。もう 90% 以上、ほぼ100点満点に近いアンケートを今いただいております。これも日頃やっぱり現場で作る職人、それからいろんなお手伝いをさせていただく、担当営業設計の人間トータルでやはりお客様の、に関わるお仕事をきちっとやらせていただかないと、その100点満点のアンケートとかもう今は絶対にいただけない時代ですので、
まあ、これはもう本当に営業設計現場に至るまでいい連携ができているなと最近は思います。では皆様のご来店をお待ちしております。